ひろみのまるっとガジュマル。皆さんこんばんは。タチャーニーハオ。台湾系 J-POP シンガーソングライターのひろみです。山水に光る美しいと書いてひろみと読みます。ひろみのまるっとガジュマル。この番組は毎月第2月曜日夜8時から放送しております。今月も1時間よろしくお願いいたします。この番組は台湾で生まれ育ったひろみが皆様に台湾のことをシェアしたり中国語を教えたり、そしてリスナーの皆様からいただいたお悩みにお答えしたりゲストを招いたりといろいろなコーナーがございます。今日は、台湾でアイヤー前半後半、そしてお悩み相談室は、初のアドバイザーとしての出演で庄司幸さん、シンガーソングライターのお友達庄司幸さんがいらしてくれます。最後はひろみの中身どうなってるのコーナー、いただいたひろみへの質問にお答えいたしますとたっぷりありますので最後までお楽しみください。ひろみのまるっとガジュマル。この番組 FM 小座のユーストリームでも、音声をネット配信しております。放送終了後には YouTube 公式 FM 小座さんの、公式チャンネル、 YouTube の公式チャンネルにも上がりますので、もう一度聞いてみたいなという方はぜひそちらもチェックしてみてください。というわけで、もう2月に入ったんですけれども、沖縄はね、台湾とも近くて南にありますので暖かいんでしょうかね。2月頃ってね、暖かいんかね。桜とかはもう咲いてるのかな。沖縄も桜あるのかな。ないことはないか。台湾もね、実は桜ありましてね、あるんですよ。そうで、この間桜を早いけど東京で見ました。河津桜と寒桜ね。河津桜って2月に咲く桜で、早いですよね。2月に咲く桜があったんですよ。知ってました？知ってましたか？よくお手伝いに行く、そして出演もしているね、北参道グレープスというライブハウスの前には河津桜が4、5本植えてありまして、もう2月前半にお手伝いに行きましたら満開でございましたよ。あれいいんですよ。でね、お店はねガラス張りだから、お客さんも出演者さんもこう中から見えるんですよ、桜が。ね、私的ベストポジションは、ピアノの弾き語りをする方ですね。ピアノの前に座るとちょうど目の前が、ガラス、その向こうが河津桜になっていて、ベストポジション。私は立ってセンターで歌う派なので横向かないと見えないからさ、いい席だなってね、いつもこの時期思うんですけど。そして寒桜も見ましたよ。何の桜かなと思ったら寒桜ってね、いいですね。なんか桜って聞くとちょっとポカポカっとしてきたイメージがあるけど、ちょっとまだひんやりする中見る桜もまた綺麗だなって思いました。そんなわけで1曲目です。花に関する曲で、今日は私の大好きなジャスミンの花の曲をお届けいたします。香る夢と書いてコウム。
J-POP シンガーソングライターひろみ、サードアルバムラムネの向こう側好評発売中。ひろみ台湾で検索。ひろみの台湾で、あいやじゃあなんば。はい、ひろみがお送りしておりますひろみのまるっとかじゅまる、台湾のことを皆さんにシェアする台湾であいやーのコーナーです。今日は、現象節というね、台湾の人にとっても大事な大事な日なので、その現象節の紹介を前半後半と分けてご紹介いたします。現象節、南元の元、元という字ですね、に今宵の宵に、節分の節と書いて現象節という日です。あ、ごめんなさい、今日じゃないです、2月11日です。もう終わってます、失礼しました。2月11日、ついこの間が現象節という日なんですけども、これは旧正月を締めくくる大事な日です。今年は20何回も言ってたから忘れてきちゃったね、1月の28が、春節でした。つまり元旦でしたね。なので、今日からその春節から数えて15日目、最初の満月の日にあたる日を現象節と言います。この日は灯籠飾ったり、ランタンを飛ばしたり、提灯を持って街を徘徊したり、そして現象団子、汤圓を食べたりする習慣があります。汤圓の紹介は後半でいたします。前半では現象節はどういうことをするのというご紹介をいたします。2月の11日から19日まで台湾ではランタンフェスティバルというのが開催されます。聞いたことある方も大勢いるんじゃないかなって思うんですけれども、このね、台湾で開かれるランタンフェスティバル、すごい大きいんですけども、面白いのが毎年開催される場所が違うという点なんですね。2017年の今年は、台中が開催地だそうです。私の実家でございます。このランタンフェスティバルでは、巨大な、ものすごい大きい、もう全然私よりもずっとずっと大きいメインのランタンのオブジェがあって、ま、でその他にサブメイン、そしてその他にもいろ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 っていうのが、飾られているんですけれども、干支をモチーフにしたもの、今年だから鳥年ですね、鳥をモチーフにしたきらびやかなランタンの他にも果物、台湾ではお祝いの果物はパイナップルなんですけども、そのパイナップルのランタン、そして子供の、あの来場者も多いし、子供にも喜んでもらうためにアニメのキャラクターなどのランタンもたくさんあります。ドラえもんとかポケモンとか、まあ、ほとんどがその日本のキャラクターがね多いんですけども、日本のアニメっていうのは台湾でもものすごく流行っておりますので、そんなアニメのキャラクターがたくさん飾られていて、光と影が織りなす華麗な光景が見られるということで、近年もたくさんの観光客の方がこのランタンフェスティバルに合わせて台湾にね来たりするみたいです。このね、なんだろう、日本とのライトの使い方の違いっていうのが私も日本に来て気づいたんですけれども、ライトに限らず日本では結構使う色にパステル系が多いなっていうのが私のイメージなんですね。私は服や小物が好きなので、それで言うと洋服とかも日本製のやつね、デザインが日本製の洋服とかは結構ねパステルが多いんですよ、女の子の服とかなんですけれども、台湾の洋服含め、ライト含め結構ね原色、ちょっとはっきりした濃いめのものが多くて、それがねライトにも出ておりまして、とにかく原色のライトがこれでもかってくらい派手に使われているんですね、このランタンフェスティバルでは。だから本当にとにかく派手です、もう派手としか言いようがないです。迫力もあるから圧巻されるんですね、これ面白いですよ。
私が幼稚園か小学校の時の思い出なんですけれども、このランタンフェスティバルにはちっちゃい時は行ってなくて、提灯、こう 棒の先に提灯を吊るした感じの提灯ね、ろうそくを入れるんだけど、本当にもうザ提灯って感じのちっちゃい提灯をちっちゃい時持って火つけて、大人の人と一緒に自分の近所町をね徘徊する、夜ね、この幻想説にそういうのやってました。多分この安全でありますようにという思いも込めての徘徊だったはずなんですけれどもね、それがねずっと覚えていてね、面白いなと思いました。読んでもさ、ほら火の用心カンカンっていうの今でもあるよね、たまに聞こえてくるんだけど、聞こえません？聞こえるよね、これ都内でも結構聞こえるよね。と私あの家都内なんだけど聞こえるんですよ、乾燥の時期とか。ただああいうのと同じような意味合いで、あの提灯を持って徘徊すると思うんですけどね、でもちっちゃい時はそのいつも持たないものをこうみんなでこう持って、夜の街をね、まあ大人と一緒だけど徘徊できるっていうだけでも楽しかったから、そのね記憶はねずっと残ってるんですよ。そして、紹介したランタンフェスティバルの他にももう一種類ランタンフェスティバルがありまして、こっちの方が、有名かな。ランタンを打ち上げるバージョンですね。私のあのサードアルバムに気球という曲があるので、ライブ来てくれてる方とか曲をね聞いたことある方はこのフェスティバルの存在知ってるんじゃないかなと思うんですけども、大きな私ぐらいあるランタンに、まあ、墨で願い事を書いて熱気球によって空に打ち上げる、飛ばしていくというお祭りですね。これはもう先ほど紹介したランタンフェスティバルとは全く違う綺麗さ、派手さ、幻想的さがありますね。私的には幻想的なのはこっちの方が幻想的かなと思います。真っ暗な夜空に、このねフェスティバルの期間はものすごい数の人がそのフェスティバルが開催されているところに行ってランタン打ち上げるからすごい数なんですね。1000とかそんな1000個ぐらいのオレンジにポッと光ったランタンがね夜空に浮かぶ様子がもうとても綺麗で、近年ではあのディズニー映画のラプンツェル、知ってます？ラプンツェル、髪の長いお姫様が塔の上で王子様待ってるみたいなお話なんですけども、そのラプンツェルの中でもこのランタンが、ね、たくさん空に打ち上げられるっていうシーンが出て、台湾のこのねランタンフェスティバルがピックアップされて、似ている、同じだ、綺麗だっていうのがね話題になっていたんですけれどもね、本当にこれはね見る価値があります。この今日ね13日だから19日までなのでちょっと間に合わないかなと思うんですけれども、地上でやってるランタンフェスティバルはこの期間だけなんだけど、この打ち上げる方は年に何回かやってるし、個人で空に飛ばす分にはもう毎日やってますので、ぜひぜひやってみたい、他にも見てみたいという方はねチェックしてみてください。私もあの前に数年前にね帰って10分という場所に行ってね個人で打ち上げたんですけれども、楽しかったです。さてそれではそんな景色を描いた曲を聴いてください。気球。涙を流すラムネ越しに覗いた空は海の中を潜っているような遠い昔抱きしめてくれたぬくもり残ったまま願い事
ひろみの台湾で、あいやじゃあランバー、そういえば沖縄でもお正月、あの旧正月をお祝いしますから。でも日本のお正月もお祝いする、どっちが多いのかな、どっちだろう。数年前に沖縄の三線弾くね、ミュージシャンと共演した時には2人で一緒に旧正月イベントしたんですけども、沖縄でも祝うんだよって言って、その時初めて沖縄でもそうなんだと思って。でも日本だから元旦に、あの1月1日のもお祝いするのかな、両方かな、両方、あらいいわね、本当私みたいだね。私あの台湾の日本人学校にいた時は日本のお正月休みもあって、その後1ヶ月しないうちに台湾のお正月休みもあって、前半休みは食ってましたよお得なんですよ、海外の日本人学校っていうのは。そう、話がねそれちゃったんだけどね、沖縄の方あのぜひぜひ教えてくださいね。旧正月でお会いしてたら、もしかしたら沖縄にも現象説はあったりするのかしら。これはでも違うのかな、国台湾中国圏だけなのかなね、ぜひ教えてください。さあ台湾であや後半戦は、先ほど前半でも紹介しました現象説に食べる食べ物をご紹介いたします。汤圓、汤圓というものを食べます。これはお湯の湯に、100円の円ですね、お湯の湯に円と書いて汤圓、円、あの日本とも同じように丸いという意味がありますね。この汤圓というのはもち米を原料としたお団子であって、中に様々な具が入れられます。甘いものとしてはお砂糖、きな粉、ごま、あんなどで、塩辛いものとしてはお肉や野菜で作られた具が入れられます。なのでお菓子、おやつ系で食べたいときは甘いもの、食事のスープとして飲みたいときは塩辛いものとしてね食べられます。まあ現象節の日に限らず結構日常から食べる人も多いです。うちの家でも現象節だけじゃなく出てたかな、はい。でも現象節の日はね必ず食べるんですけれども、この汤圓美味しいんですよ。私はごま味ときなこ味が大好きで、ちっちゃいのもあってね、ピンクとか白の、直径1センチぐらいのちっちゃい何も入ってない生地だけのお団子もあるんですけども、もう具が入ってるのが美味しいです。ピンポン玉かそれよりもう一回りちっちゃいぐらいのお団子にね、レンゲとお箸を使ってこうすくいまして、一口噛むととろーっとしたごまときな粉が溢れ出るんですね。溢れ出る前に食べるんです、熱いって言いながら。本当に美味しいんですよ、本当に美味しいんです。これね、でね、茹ですぎるとあんがこうちょっと寝ちゃってなるから気をつけてください。あんまり本当にプカーって上がってきたら、はい OK、 あんまり茹ですぎると寝ちゃ寝ちゃってちょっとね美味しさがね変わってしまうので、寝ちゃと餅の差ですね。程よく茹でると餅、茹ですぎると寝ちゃってなってしまうので気をつけてください。さあこの美味しそうな汤圓、あら紹介されたんなら食べたいじゃないという方に朗報でございます。沖縄にも果たして中華食材屋さんがあるかちょっと未定なんですけども、中華食材屋さんにはね冷凍でこの汤圓が売っております。なんか今の説明したら意外と作れそうじゃない、自分でもね、生地にだってあん入れてさ、そうねお湯で茹でるだけでいいから、別にスープは味入れなくていいんですよ。そうでもおかず系で食べる塩辛いバージョンの時は取り出し入れたり、まあお好みでやるんですけども、甘い方の時は私本当にお湯だけです。別に飲まないから、お団子を楽しむもんだからね、意外と作れそうかなって思うんですけども、そうで冷凍が売ってるので中華食材屋さん行って見かけた時はぜひ皆さん思い出して買ってみてください。そしてね、汤圓のことをこの間調べてたらへえと思ったのがあったので、それもシェアいたします。このねお湯に入れられた鍋で茹でるときに、お湯の中でお団子が踊る姿を天に輝く満月に見立てたそうなんですね。そんな幻想的な
お話があったんだと思って。そしてこのタンユエン、なぜ食べるかっていうと、家族の円満を願うために食べられるんですね。この円満という意味の中国語はタンユエンと言いまして、このタンユエンと音が似ていることから、まあ、タンユエンと呼ばれて、そして家族の円満を願いますという意味で、元宵節、お正月を締めくくる大事な元宵節に食べるそうでございます。はい、そんなわけで今月の台湾でアイヤーは元宵節、そして美味しい美味しいタンユエンをご紹介いたしました。タンユエンの写真がインターネット上に、ね、たくさん上がってます。あら、何でしょう。あ、出ましたね、あのディレクターの方が写真を、そうタンユエン、あのお湯の湯にエンテって画像をクリックするといっぱい美味しそうになって、あのね、割れてないやつだとただの白い団子なんだけど、このね、一口噛んだ後の写真とかも絶対上がってますので、とろける。あら、タンユエン、中国および沖縄の伝統料理なシャオツ、あの何でしょう、グルメの一つ。なんと、じゃあ沖縄でもあるんですね。じゃあもう今日は紹介しなくても皆さん知ってるじゃないですか。へえへえ。当時の風物詩的な食品で、もち米で作ることが多いということで、へえ。あ、沖縄にもじゃあ普通にあるんだ。元宵節はあるのかな。教えて教えて。いいね、やっぱ近いからね、似てる。だって色使いとかも似てるもんね、沖縄と台湾は。本当になるほどね、新しいことを私もまた一つ知りました。そんなわけで美味しいタンユエンを食べながらお茶を一杯いただきましょう。一杯茶、一二一二三、来来来一杯茶。
ひろみのお悩み相談室。はい、お悩み相談室のコーナーです。このコーナーではリスナーの皆様からいただいた様々なお悩みにひろみと、そして本日は、お悩み相談アドバイザー新キャラということで、シンガーソングライター仲間の庄司幸さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お悩み来い。はい、今日のアドバイザー女性2人ということで、はい、なんかそれらしい質問が来ております。おー、はい、ラジオネームが田中さん、うん、はい、うちらの知ってる田中さんじゃない人じゃないんですね、はい、田中さん、ラジオネーム田中さんから、はいはい、私は占いをすぐ信じてしまうんですけれども、うん、悪いことも信じてしまうので、うん、ちょっと嫌ですと、うんうんうん、どうしたらいいですか。そして お二人は占いというのは信じますかというお悩みと質問をいただきました。ほうほうほう、いいね、面白いお悩みですね。占いね、はい、うん、占い、占い行ったことある？ひろみちゃん。台湾って占いある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 。手相とかあるの？手相とか、あとあれ、生年月日を言うとか、あと台湾は風水、風水は家とか、なんかあれ、風水とかもめっちゃ信仰深い。風の水。うんうんうん、風水ね。風水ですよ。うん、だから家こだわる人はめっちゃそれ信じて、家の置物が、うん、まずここはあれ。へえ、多分占い多いよ。結構観光のおすすめでも占いの街とか紹介するときある。へえ、あ、じゃあ信仰するんだね、みんな。なんかほら、中国系でもさ、うん、陰陽師、ちょっと全然詳しくない。陰とさ、うん、陰と、もう一個なんだ、こんなマークのほら、黒いさ、陰と陽だ、はい、陰と陽でさ、うん、物事の占いをしたりっていうのがあるじゃん、中国で。知らない？わからない。あ、ほんと？うんうん、あるのね、うん。だから結構占いはね、うん、幅広いし、へ、信仰深いね。信じる人は結構多い。うん、信じる？ひろみちゃん。私信じない。あ、信じない。台湾で育ったのに、まあ信じなそうですね。私は占いしてもらったことないね。手相も。あるよね、よく街にね。あるあるある。ないね。ある？あるある。あるって言っても私はね、この悩みの方と一緒で、うん、もうすごい信じちゃうわけ。本当に？そうなの。だから本当にいいことだけ言ってくれるところに行きたいの。もうね、今まで本当、うん、なんていうの、まあ、ちょっとでも気になることはやっぱり言われるじゃない、うん、な、何歳の時に病気に注意とかさ、うん、もう本当気にしちゃうわけ。もううじ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 、うん、で友達に何歳ってもうすぐだよみたいな。それ気にしちゃって病気になるじゃない。そう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 、そうなのよ。なんかそれでね、毎年12月4日から2月4日までは大殺戒です、うん、毎年だよ、日付まで。そうそうそう、言われたわけ、ね、うん、なんか旧正月だよね、その2月4日ってさ、その、あ、毎年違うからあれなんだ。ああ、そっか、シーズン的には。そうそう、だいたいね、うん、そうそうそうって言われて、うん、で今年はそのブログにも書いてね、うん、私は今年は気にしないことにするぞって12月の初めに書いたの、うんうん、そしたらもう12月ずっと風邪ひいてて、うん、1月元旦になったら胃腸炎になって。そうなの、そんな大変なことだ。倒れて、うん、そう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 、だから何が起こってるんだろうと思ってまた気にし始めて、やっぱり気をつけた方がいいのかなみたいな。だから分かりますよ、気持ちが。分かる分かる。てかもうね、行かなきゃよかったって思ってさ、占い。そうだね。そんな気にし、だからこの田中さんもそうだけど、うん、気にしいな人は、うん、占いに行かない方がいいだよ。そう、田中さんもそうだけど。本当に、私も本当、それは身をもってね、おすすめします。行かないことを。それか、占いの前に、うん、もう占い師さんに、うん、いいことだけを、私気にしいな性格なんで、いいことだけを教えてください。そうそうそう、本当それがいいね。そしたらハッピーに生きていけますね。うん、これからそうしようと思う。偉いね、信じるんだね。信じるっていうかね、あれだね、気にしいなんだね。信じるから気にするんでしょ、うん、信じなかったらだって気にも留めないじゃない、悪いこと言われたって。まあそう、ね、ビビリなんですよ、すごく。すごくビビリなんですよ、私本当。だからいいことは忘れちゃうかもしれない、逆に言われても。そうなの？悪いことを覚えてる。悪いことだけ、あ、どうしよう、あ、どうしよう、ね、どうしようみたいな。そうそうそう、だから行かないことにします、これから。じゃあ元旦で引くおみくじなんてさ、おみくじももう危険危険。
危険ですよ、あんなの遊びっていう人もいっぱいいるけど、うん、もう良くないのが出ちゃうと、本当に私おみくじとか占い全部そうだけど、良くないで言うと、あ、こんな嘘嘘って言っていいですね、これは私じゃない人に向けた占いだなって言っていいことだけ見てる、うん、あ、そう、うん、素晴らしい性格ですね、うん、いいですね、見習いたいと思いますね、じゃあ、あの、うん、お便りのね、田中さんもだから、はい、うん、どうしても気にしちゃうんだったら本当にもういいことだけを信じる、それがいいと思います、いいことだけ書いてある占いとかもあるからね、あるね、そうそう、そういうのを見ましょう、なんだろう、個人向けじゃないさ、雑誌の裏とかにあるじゃないですか、うんうんうん、ああいうのだとそんなに そ,、ね、そこまでどん底に悪いんだって書いてない、書いてない、ああいうぐらいで止めといた方がいいんだ、そうですね、あれいいです、軽くて、軽、そうそう、軽いやつ軽いやつね、はい、そういうわけでね、うん、占いです、はい、どういう占いでもやってみてもらう、何を占ってほしい、今すごく当たるよっていう占い師がいたら、何を占って、例えばなんだろうな、将来とかなんかいろいろ、いや、やっぱあれかな、仕事の、あ、じゃあどんな曲を作ったら君いいよみたいな、あ、ピンポイントでね、いいね、それね、ねえ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 、やっぱり曲どういうのを作ったらいいか知りたいじゃない、知りたい、ね、自分の作りたいのだけになってくるから、やっぱりそのなんか欲しいね、客観的な、いつ売れ出すっていう、どうしよう答えなかったらてんてんてんみたいな、うーみたいな、でそれでだってさ、いつ売れ出しますかって、私はいつもビッグネタ買ってた時に明確なさ、うん、年できたらさ、もうその年まで楽しみで楽しみでしょうがなくない、そりゃそうだね、それいいんじゃないじゃん、それやってもらったらいいんじゃないでもまずはその占い師さを信じるという行動から始めなきゃいけないから、基本的に私信じてないよ、うん、ダメだよ、ひろみちゃんはおすすめしません、占いは行かない方がいいかもしれない、うん、だねえ、だって そうねでもそういうピンポイントは難しいんじゃない、いっぱい占い師さんいるけど、それはもうあらゆる統計のもとに生年月日や星座、いろんなもの、手相もそうだけどさ、うんうん、手相だって変わるじゃん、毎日変わるよねっていうよね、そうそう、お風呂の位置だって変わるしさ、おうんうん、多分近いところ と、うん、統計で見たものしか出せないんじゃないかなと思ってる、だからそういうピンポイントってさ、そうね、もう超能力者じゃん、だってそんな、確かにね、まあだから前向きに考えるのが一番だね、占いはあの前向きに遊ぶ程度、うん、楽しむ程度、そうですね、気にしていけませんよ、はい、あ、私に言ったんです、そうです、はい、お願いします、はい、はい、ラジオネーム田中さんもね、占いを楽しむ程度で、うん、しない、悪いのが万が一書いてあったら、うん、これは自分のことじゃないと思い込むことですねそうね、うん、はい、それがいいと思います、1対1の個人で言われた場合も、うん、あ、この人嘘ついてるなって行かなきゃいいじゃんっていうでもほら、いいことも知りたいから行きたいかもしれないじゃん、そうね、はい、ね、そうしましょう、そんなわけでね、はい、でもあの占い師さんも占い師さんで頑張ってると思いますので、そうですよ、占い師さん頑張ってください、ひろみは占ってもらわないけど代わりにさっちゃんが、はい、はい、あと田中さんも、そんなわけで、はい、本日のお悩みは、占いをすぐ信じちゃいます、どうしたらいいですか、そして2人は信じますか、さっちゃんは、信じてしまうタイプ、ひろみは、全く信じないタイプと両極端分かれました、はい、はい、そんなわけで、さっちゃんありがとうございました、ありがとうございました、またあのアドバイザーにも来てください、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、いつもと同じように続く道、水たまりにも気がつかずに、心ここにあらず、ぐる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 止まらない、瞳の中の花を見ようとして、見えないものばかり
風船が割れて目を覚ます、小さな で透明な風船お届けいたしました。さて最後のコーナー、ひろみの中身どうなってるのコーナーです。このコーナーでは皆様にいただいたひろみに関する質問にお答えする新コーナーです。今日はお便りでお届けました、ありがとうございます。ラジオネームなりきさん、いつもありがとうございます。ひろみさん、明けましておめでとうございます。ごめんなさいね、新年にくれたあの質問やっと今お答えできるので、明けましておめでとうございます。はい、お正月休みにラムネの向こう側の CD を眺めて気になったことがあります。透明な風船の歌詞の下に大成優子さんの詩集、綺麗な色と言葉を読んで生まれたと書いてありますが、大成優子さんの作品について他にもインスパイアされたことはありますか。今までこの作者を知らなかったのですが、今回してウェブサイトとかを見て詩の他にも素朴なアニメーションとかがあり興味が湧きました、という素敵な質問お便りをいただきました。嬉しいですね。私が紹介したものをご自身でもこう聞いたり見たりチェックして興味を持ってくださるというのはね、発信する側としてはとってもとっても嬉しいことでございます。そうです、先ほどね流したかけたありゃ透明な風船では、大成優子さんの詩集、綺麗な色と言葉を読んだ時に、綺麗な色と言葉っていう、ね、詩集なんですよ。でいろんな短い詩がいっぱい入ってるんですけども、その中の一つを読んだ時に、この曲が生まれたんですけども、私詩集すごく好きで、その他にも小説も大好きなんですけれども、小説とか詩とか、そのなんだろう、この方はこの要は同じものに関してこんな見方をするんだ、こんな考え方をするんだ、そして皆さん言葉の魔術師でね、文章の魔術師で表現の仕方がとても面白いし参考になるから、すごく読んでいて楽しいんですね。例えばだって同じ、同じ、まあじゃあ夜空としましょう。同じ夜空を見ていても、A さん B さん私と表現する仕方が違うじゃないですか。例えば私はただの
夜空を見て満天の星と表現しましょう。よくある感じですね。ただじゃあ私の好きな作家の何々さんは何にしようかね、レモン色の月が浮かんでとかね、そういう表現する。ああ、月をレモン色と捉えるのかというまた一つ新しい表現を知ることができるから、たくさんね本が家にあって、こう歌詞とかを考える際にこうパラパラっとめくって、ああこの表現の仕方は素敵だなって、参考にしたいなとか、そういう風にね、読むんですけれども、大成優子さんの他の作品についてインスパイアされたことはありますかということなんですけど、あります。もう一冊大好きな本があって、タイトルがひらがな暦、ひらがな暦という本なんですけど、これねすごく分厚い本で、この質問にお答えするためにこの間自分の本棚をね、どの本だったかなって調べて、このひらがな暦取り出しましたらね、ものすごい付箋がいっぱい貼ってありましたね。ありました。これはいっぱい読んでます、私何回も。この本ね面白くて、365日分のエコトバ歳時記というキャッチフレーズがついてまして、1日1ページ分で、短い言葉、大成さんの短い言葉とイラストが書いてあるんですね。1個だけご紹介いたします。明日はバレンタインデー、明日バレンタインデーだね、2月14日のページをねちょっとめくったら書いてあったのが、2月14日告白というタイトルで、大成さんの言葉で、胸が痛いのであなたの指を思い出してみた、するともっと胸が痛くなった、私だけが恋している、そうしてそのことを知っているのも私だけ、今日は告白しても言い訳ができる日という詩と、おなりさんのもう素朴なイラストが1ページに収まってるんですよ。でこれを私これ付箋してあったんですけど、面白いなと思ったのが、今日は告白をしても言い訳ができる日、面白くないですか。バレンタインデーというのが、まあ告白をしても言い訳ができる日という考え方もできるということを大成さんは思っていて、私とは違う考え方なということで、あ、新しいものの見方がこのページでまずできたんです。だからそういうのをね知るのがすごく好きで、で大成さんの表現の仕方もとってもとっても私好きなので、いっぱい他にも持っております。あとね、本棚こう昨日漁ってて、あー懐かしいと思って、これもいっぱい読んだなって言って面白かったのが、私まだ好きな方他にもいるんですけども、有名どころで俵万智さん、皆さん知ってますね、サラダ記念日国語の教科書にもあったと思うんですけれども、俵万智さん、俵万智さんツイッターもやってるんですよ。で私フォローしてるんですけども、面白いのそう、ツイッターって140文字じゃない、もともとその140文字って日本人向けだと思うのよ。140文字という短い文章の中でいかにこう言いたいこと、そして面白さとか巧みさを入れるっていうのが日本人すごく向いてるなって思うんだけど、そう、俵万智さんのが面白くて、ね、結構私リツイートするんですけどもね、とても有名な日本の歌人なんですけども、この俵万智さんと歌手の人とようさんが1年半にわたる短歌のマンツーマンレッスンの様子を書いた短歌の作り方教えてくださいっていう本があるんですけども、これね面白いんですよ。短歌57577ね、俳句が575なんですけども、私俳句は結構好きで、ちっちゃい時から作ってたんです。で短歌はね作ったことなくて57577で、人とようさんのね歌詞昔から好きで、すごく面白い表現の仕方するんですけども、そんな人とようさんがもうプロであります俵万智さんに短歌を教わる様子が、人とようさんがまず書いた、短歌を俵万智さんがこうちょっと手を加えたりコメントをして返信をするっていうやり取りがひたすら本に書いてあるんですね、1年半分。だから人とようさんのその短歌の作り方もやっぱ後半になるにつれすごく、私が言うのもあれなんだけど、すごくその景色も浮かぶいいものになっていてね。でその返信、要は訂正をしてくれる俵万智さんの
文章も面白くて、私はその人と良さので十分すごいなと思うんだけど、プロから見るとこういう視点があるのだ、本当だ、一文字変えるだけですごく良くなったっていうのがね分かって面白いんですよこの版は。そんなね、今日の番組最後にかける曲が水中歌という曲なんですけれども、これは、サビの歌詞が全部、575でわざと作った曲なので、ぜひあのサビ注目して聴いてみてください。水中歌。ワンアンワンアン良い青の空が障子に映さ、see you.
台湾系 J-POP シンガーソングライターひろみ、サードアルバムラムネの向こう側好評発売中。ひろみ台湾で検索。ネクロビ。ひろみのまるっとガジュマル、今月もありがとうございました。エンディングはネコロビに乗せてお届けいたします。ライブのお知らせです。2月21日火曜日、北三道グレープスにてサキ&ベベさんとのツーマンイベント、君の星と雲の街が開催されます。18時半オープン、19時スタート。チケット代2500円と、別でドリンク&スナック代1000円がかかります。ひろみトップバッター19時からなんとたっぷり1時間ピアノとパーカッションでお届けいたします。楽しい曲ワンサカの他にも、ベベさんと共作した新曲もこの日初披露になりますので、ぜひいらしてください。次回放送は来月3月の13日。お便り宛先メールアドレス761@fmkoza.jp、またはひろみ音だよりgmail.com までお待ちしております。今日の放送は FM コザの YouTube 公式チャンネルでもいつでも聞けますので、ぜひ検索してみてください。台湾いとこ一度はおいで。また来月3月13日にお会いしましょう。台湾系